道民みんなで新北海道スタイル安心宣言。北海道観光大使青山千景です。新北海道スタイルを実践している事業者などを紹介するこの道民みんなで新北海道スタイル安心宣言、今回は根室市のイーストハーバーホテルさんをご紹介します。早速担当の田島さんにお話を伺います。当ホテルは1991年にオープンして今年30年目の根室市内にありますイーストハーバーホテルです。チェックイン時には非接触型体温計でお客様の体温を測定させていただいております。またマスクの着用と手指消毒をお願いしております。フロントには飛沫防止のパテーションを設置し接客対応しております。ロビー、レストラン、客室にはそれぞれタイプの異なる空気清浄機を設置しております。客室清掃時にはドアノブですとかスイッチ類の濃厚接触の場所を重点的に拭き取り作業をしております。それはお客様と従業員の安心と安全のためでもあります。レストランでは朝食時には席数を減らし入場制限をしております。なおかつパーテーションを設置しお客様が向き合わないようにセッティングしております。朝食の際にはお客様に使い捨て手袋の着用をお願いしております。なるほど。他にはどのような対策をされていますか？今後は外国人のお客様も戻ってくると思いますので、外国人のお客様用の告知も増やしていくつもりでございます。ありがとうございました。徹底されていらっしゃいましたね。皆さんもぜひ新北海道スタイル取り組んでみてくださいね。コロナに強い社会を構築するため、私たちの北海道を守るため、引き続き新北海道スタイルの実践をお願いいたします。